はい、速稼塾の久保です。相変わらず暗号通貨の勢い止まりませんね。ビットコインは650万円ぐらいになっちゃいましたね。これはね、今月中に700万とかいっちゃうんじゃないかなと思います。そして、まあ、800万を超えたら1000万までがストレートに行くというふうな形で言われているところもありますけども、まあ、今年中に1000万ってとこじゃないですかね。もうこれからビットコインを買おうなんてのはなかなかね、難しいと思いますけども、昨年の9月ぐらいに、暗号通貨の取引所を私紹介しました。ビットメックスというところを紹介しましたよね。でそこでキャンペーンがあって、口座開設をするとなんかビットコインがもらえるみたいなのがあったんですけども、なんか気がつくとそこでもらえたビットコインが、まあ、今の価格で10万円超えてるんですよ。無料で10万円ゲットみたいなね、そんなことが起きてますね。でイーサリアムが、まあ、初のじゃないですか、これ23万突破して、イーサリアムは10万円ぐらいがね適正相場だと思いますので、まあ、今のうちにしっかりほっかりと買っておこうかと思いますけどね。そしてエーダ、我らが体のエーダは安定の131円ですけども、こちらの方は一旦150円超えましたんで、まあ、200円、300円、1000円、2000円と伸びることを、まあ、待っておる状態でございます。リップルですね。リップルはね、消えていくんじゃないかなと言われて、20円とか25円をうろうろしたこともあって、まあ、ちょっとね、肝を冷やしたんですけども、現在66円で、また70円、80円の方に向かっていくんじゃないかなということで、まあ、感じるところがありますね。まあ、私の今注目している主なコインっていうのはずっとこれで、これをね、だから4年ぐらいずっとこの4本見てるかなってことですよね。その他ね、言えばキリがないんですけども、ゼンフィネットワークとかね、アトムとか、この辺もちょっと気になるところですけども、まだ詳細は別の動画でお届けしようかと思います。本日はね、もう暗号通貨言うことないなと。今日の時点で全エグジットしてもいいような感じですけども、皆さんの資金状態はいかがでしょうか。それでは本日は以上でございます。